ユニバーサル・スタジオ・ジャパン USJ で過度な露出をしたコスプレ衣装での撮影がネット上で拡散、物議を呼んでいるシャープ USJ、シャープハロウィンコスプレなどのハッシュタグとともにインスタグラムに投稿された一連の画像では、パーク内と思われる場所で一見すると下着にも見える過激なコスプレ衣装をまとった女性たちの姿が公開されている。投稿がインスタグラムやツイッターで拡散されると、コスプレただの露出じゃないか、パーク内では過度な露出は禁止です、普通に出禁にしてくれ、下着ユニバはやめましょうと批判が殺到。その後、投稿者はコスプレ露出多くて叩かれ気味なのですが、写真撮る瞬間以外はずっとパーカーとかカーディガン着て前も閉めてましたとインスタグラムにて釈明している。USJ では期間限定イベントのハロウィーンホラーナイト開催中、仮装に関するルールを設けており、ホームページ上では公序良俗に反する服装および公然わいせつ罪などの法律に抵触する服装、パークにふさわしくない過度な露出姿勢などを禁止事項に掲げている。USJ 広報室はエンカウントの取材に、当パークではこのような格好での入場はしていただいておりません、途中でパーク内で着替えられたのだとしたら我々としては着替えをお止めするところ、今回のいきさつは分かりませんが、言える範囲としてこういった格好での入場はパークとしては認められませんと回答、こういった形でパークの名前が広がったことは誠に残念ですと見解を語っている。